久保さん。例のやつですか。今回、つにしましょうか、つに。例のやつのつに。つ。まあ多分ね、まあ僕の見解ですけども、あの、何もしなくてもお金が増える。何もしなくても、えー、お金がもらえるっていうところに反応する人っていうのは、そもそもまあビジネスをね、やろうと考えてない、思考停止してる人なので、 まあ難しいっすよね。いくら言っても。うん。まあ、しょうがないんじゃないですかね <laughs>、うんう。やっぱまあ、久保さんが良かったところは、なんでその例のビジネス、例のやつで破産しなかったのかっていうと、ビジネスをやってたからですよね。土台があったからっていうね。この土台がない人をやると、うーん、土台を作らず、それですから、 土台って何かっていうとその考え方なんですよね。うん。その考え方がない状態でやるときついですよね。そう。多分その FX とかもそうだと思うんですよ。昔その FX ブームの時に、なんか、なんかよく、まあ今も YouTube で残ってるかもしれないですけど、なんか主婦がね、全部ぶち込んでね、あの、夫に内緒で全部ぶち込んで、 音声が変わってモザイクがあってねあの、FX で人生終わりましたみたいなね、インタビューよくありましたけど、うん、だからその、久保さんもビジネスを土台にしての FX なので、やっぱね、基本をやっとった方がいいと思うんですよね。うん、そう。だから僕は、だからあの、いろいろ商品売ってきて、分かったことがあって、 あこれはもう、まあ、うあ、販売者としては売りづらい商品なんだけども、これ,売らこれをしっかり売らないと、うん、結局あんま良くないなっていうのに気づいたんですよ。で、それが思考を売るってことですね。今度その10月1日に僕はあの新商品で思考をこう売るんですけど、R の思考っていう <laughs>、誕生日の日に。実際にまあ今モニターでその、まあ、 先行でモニターでねもうあの勉強してる人はまあ全員じゃないと思うんですけど変わってきたんですよ明らかにあこれだなと思うもうあのモ,モニターのそのモニターの人の思考の変化も見て行動思考の変化行動の変化を見てやっぱこれだなと思いますねただまあ売りづらいですねどちらかというとほとんどの人が一般的にそのビジネスをやろうとしてない 副業をやろう、副業をやろうとしてる人ってビジネスやろうとしてないので、起業しようっていう会社を作ろう、起こそうっていう気がなくて、まあ、なんか隙間時間になんかないかな、みたいな話なんで。うん。うん。だ難しいっすよね。だからそこを、そこを変えてから売るって感じですかね。うん。だ今日ね、今朝来てたのが、 その R の思考をもうモニターでね、その、あの利用してもうだいぶ変化した人はいるんですけど、あの商品買わせてくれっていうね、あのメールが来てましたね。うん、お金のちょっと用意ができたんで商品買わせてくれって。まだ思考が変化してるので、なんだろうな。もう、その商品を買うっていうのは、う買うっていうか仕入れなんですよね、も,うもはや。仕入れを、吉谷さん、だ僕が築地市場で、 吉田さん、ちょっと魚あの、大間のマグロちょっと、なんだおかんできたんで、ちょっと仕入れさせてくれみたいな話ですよね。だから、その、なんだろうな。これを買ったら儲かりそうではなく、もう仕入れの段階に来てるということですね。うーん。だからもうビジネスやる目的で買う、仕入れをし、なんでその商品を買うのか。儲かるから買うんじゃなくて、仕入れをして、自分でビジネスするっていうんです。それを活用してって話ですよね。うーん。 な、すごいいい傾向だなとは思いますけどね。うん。そう。うん。まあ、この子はもう多分行くと思うんですけどね。あの月収100万は。まあ、今も、ちょっとですけど集客してリストもあるので、行けると思いますけど。うん。な、これはまあね、いろいろ販売してきてね。まあ、結局、結局ですよ。 ま、情報系の商品って、まあ、い、極致売れる商品って、何もし、何もしなくても何も考えなくても、本当に、何もしなくてもいいと。それでもお金が増えるよっていう商品が売れるんですよ。で、これの典型的なものが、FX の自動売買ツール、バイナリーの自動売買ツール、もうこれ永遠に売れますね。永遠 多分これ永遠ですね、多分。僕インスタ今やってますけど、インスタで、まあ、いっぱいですね、そういうのは。あの、そういう系は。うん、まあ難しいっすね。うん、僕はもう多分ね、そのツール系はまあ、前はね、借金があった時はまあ、商品自体は売れるので、売ったりとかしてきましたけど、もう売らないですね。 うん、そうだからそのビジネス的なその考えがある人が買えばいいんだけどもねちゃんと分かった上でねまあその余剰資金とかもまあビジネスのまあ基本ちゃ基本じゃないですか余剰資金っていうのをうんそうまあ経会社経営をしていくってなった場合そのまあアッパーがあるじゃないですかねそそのその 人件費のアッパーだったりとか、設備投資のアッパーだったりとか、ある程度そこを考えて運営していかないと、え永続的に継続的に、まあ経営は難しいですよね。うん、そう。まあビジネス、しっかりまあ考え方ですよね。要は、結果が出る人と結果が出てない人、まあいっぱい見てきて、まあ結局何が違うのかっていうと、やっぱ考え方なんですよ。で、なんで考え方が違うかっていうと、 こっちはまあ大きく言うと A さんはまあビジネスを真剣に勉強したからそのその考え方がついてる。こっちは儲かる方法を探してるから考え方がつかないってことですよね。うん。そう。な感じですかね。うん。はい。ということで、例のやつ。またなんか、 新しい新サービスが始まるのかなまた募集するのか分かんないですけど。<laughs> まあ僕はびっくりしたのが、あの YouTube のサジェストで検索さ、久保哲郎スペース例のやつだよね。検索ワードで上がってたっていうのがすごいなと思いますね。<laughs> キーワードを自分で作るみたいなね。それはすげえなと思いましたね。うん。言いまくってると、それで検索されるっていうねあ。新しいワードですよね。自分で検索ワードを作って、 自分で検索ワード作ってるんだから、まあ、完全に定義表示させることができるっていうね。まあ、久保哲郎、すごいなと思いましたけどね。<laughs> うんだから相当検索されたんでしょうね。あのサジェストに出るってことは。うんう。はい。いってらっしゃい。